きついよ。皆さんの方がマジで聞いてる。ごめんなさい、穴開けていいですか。穴開けていいよ。おい、一番つらいわ僕がこれ。なるほどね。え、やろうよ、やりましょうよ。やりたい、やりたい、やりたい。やろうやろう。え、ま、てか、1万ぐらいですよね。なんだ、聞きましょうか。10月。それだって5万とか言われたら、ちょっと俺、きつくなっちゃうわ。ちょっと待ってね。予算。予算つくなよ。いや、きつくないだろ、5万。きついよ。いや、皆さんの方がマジで聞く。いや、おもろいなぁ。かっこよ。絶対通話してるから、ならって言われる。いや、あいつら二人で協力してさ、ごめんなさい、お互いのヒント考え合ってるだろ、あいつら絶対。すいません、穴がちょっともう頭の中から離れません。あと、あの、ごめんなさい、あの、ファンが頭から離れません。ファンね。まあ、ホテル。ホテルでしょ。しかもこれ、鬼木が打ってるのが一番面白い。奈良子さんじゃなくて、鬼木がおじゃかこって。あと、ハロウィンだとちょっとあの男は獣になるから俺思うのはあのスパイだと思うよ。炎上させようとしてくる。あいやーでもね、この3つあげない。とりあえずファン一番最初あげる。オッケーっす。でホテルもあげない。ホテルもあるね、うん、穴も開けちゃう。穴開けていいですか。穴開けていいよ。おい、一番つらいわ僕がこれ。穴じゃないの。おにきはそんな穴なんて知らないから。これはちょっと僕ダメージでかいわ。つらい。これ知らないからおにき。ただプテが下ネタだけを言ったさんはなんで穴だと思ったんですか。いやなんかやっぱね、いや僕オフパコとかちょっと恥ずかしくて穴があったら入りたくなっちゃったからさ。そっちだね。そっちですよ。なんだと思ったの。いや何言ってんすか。ちょっと気になるな。勘弁してください。誰え、これ野球選手あれじゃないの。いや違う、沢村は違う。名前が違う。わかんない。ちょっとやばいな。え沢村、でもなんか見たことあるよ、この名前。あれじゃないの、漫画かなんかのキャラじゃないの。ちょっと待ってよ、俺は相手チームじゃないから検索しよう。はぁ、なんだっけ。はぁ、俺だよね、なんだっけ、俺タイトル思い出せないんだけど、メジャーじゃなくてなんかのピッチャーのキャラじゃなかったっけ。え、知らない。俺は今調べたからもう何も言わない。はぁ、いや俺ね、多分実際の野球選手にいないんでしょ。だってだとしたら俺このそうエイジュンみたいな名前覚えてるよ。言っちゃったら実際の野球選手にいないと俺。野球漫画だったらダイヤのエースしかないっすよ。ダイヤのエースだと思う。うん、ダイヤのエースだと思う。メジャーではないんだよ。メジャーにも沢村確かいるんだけど。ダイヤとピッチャー。両方見たことない。いや、メジャーの沢村はね、名前が違う気がする。全然わかんねえや。野球漫画ってメジャーとダイヤのエースとドラベースしかわかんないから僕。でもダイヤとピッチャー言っていいですか。もうどうぞ、わかんないマジで。いや多分ね、いけると思うよ。オッケーオッケーオッケー。おお、すごいな。この後は。まあ、奈良子さん、開けてほしいんだよな。俺に。奈良子さん。攻めるね。分かっているよ。まあ確率的にはね、黒引く可能性なんてね。オフパコを外して考えればいい。オフパコに繋がらないの。あ、そうか、オフパコ1個空いてないのか。いや、2個空いてない。2つは2個空いてないのか。そうっす。アインシュタイン空いてないよ、アインシュタイン。なんだろうな、オフパコ。アインシュタイン、スパイあると思います？ワンチャンあると思うけどね、オフパコは。パスしよう、パスしよう。ハロウィンと。これは硬いっていうの1個あるんですよ。あ、そうなんだ。何え、赤ちゃんプレイでベビーは、赤ちゃんプレイでベビー。オフパコで赤ちゃんプレイってやばいな。オフパコで赤ちゃんプレイが想像できるんだったらベビー開けてくれ。僕はしないけどさ。僕はしないけど。俺はいいと思うよ。オフパコの意見を尊重したい俺は。いやなんかでしょ、はめられてるな、竹尾さんに。オラフ君はあれか、お医者さんプレイだ。スパイ。竹尾さんはモアスに誘ったの僕なんだけどな。あ、そうなの。なんでなんかはめられてんだこれ。今はめられてるよ。だベビー開けていいよ、全然。開けるか。
絶対関係ないからな。インドの話したいな。オニキがオフパコっていうかあの文字からベビー想像すると相当いかれてますよ。マジで。ね、コンサートで歌い手か、フィルムで写真か、スパイで炎上家だと思う。あ、歌い手ね。いや、絶対ない。え、マジだと思う。いや、ガチで。え、コンサートで歌い手、フィルムで写真、スパイで炎上。どれかだと思うよ。マジっすか、僕、ハロウィンとベビー結構硬いと思ってるんだけど。ハロウィンとベビーちょっと待って、ステハじゃない、ずっと性癖の話をしてる。だって、オフバコじゃなくて。オフバコの時点でそうだろう。コスプレが、これ、赤ちゃんコスプレをさせたいんだ。もう。いや、待て。話をしてる。あ、やばい。え？あ、そうか。まあ、まあ。いや、わかんない。じゃあ、いや、わかんないですね。物々が一個ずつあげない。あ、オッケーっす、思うところの。いいっすよ。いい、そうしよう。だからさ、歌い手がオフパコいっぱいしてる、ね。いや、歌い手オフパコのイメージめちゃめちゃあるじゃん。めっちゃあるじゃん、歌い手って。歌い手とゲーム実況者なんてオフパコしまくってるでしょ。めっちゃそのイメージあるけどな。これちょっとやばいっすよ。叩かれるの。印象やからな。なんかまあベビーも相当やばいけどね。やばい、マジでお腹痛い。お、コスプレ？あれ？あ、ハロウィン？でもわざわざ。いやでもこれハロウィンはさっきと別ってことですよね。多分ね。あ、そうか。いや別ってこと。まあハロウィン開けますよ、ね。まあハロウィン開けよ。ハロウィン開けよ。うん。それもう一個なんだ？あー、やばい。森ベビーでいいんじゃない？森ガール？モリガールはコスプレじゃん。嘘でしょ、モリガール。コスプレじゃないよ、もう。兵士とかの方がありそうだけど。まあ、兵士兵士、シール兵士コスプレ。シールとかも。シールか。シールはワンチャンあるかもね。まあ、イモムシのコスプレとかしない。知らないよ。いや、ないな。イモムシのコスプレ。マジで面白い。スパイじゃ、あ、ウマ娘のコスプレで蹄鉄とか？いや、めっちゃ いや遠いな。あ、やばい。兵士の話でいいじゃないですか？え、多分あれですよ。オフパコで、オフパコにあのベビーとあのハロウィンが入ってなくて、今コスプレっていう話でベビーとあれが出たから、ベビーとハロウィンじゃない。あ、いや、ベビーはコス、赤ちゃんコスってないじゃん。いや、あるんじゃない？赤ちゃんコスプレって聞いたことあります？赤ちゃんコスプレあるの？赤ちゃんのコスプレなんて聞いたことねえよ。あるやろ、赤ちゃん。え、だって兵士はさ、あるじゃん、兵士のコスプレは。え、だったらスパイもあるよ、それだったら。そう、スパイもあるし。スパイのコスプレは全然想像つかないわ。え、なんで？兵士のコスプレよりスパイはある。いや、今回はちょっとやっぱ武雄さんと高田さんの方が年齢が近いから、ちょっと頼みます。じゃあ、状況わかんない。OK。どっちだけだ、まあ、ちょっと待ってね。まず、オフパコでベビー入ってると思うよね。まあ、入ってると思うし、さっきの話的にも、まあ、つながって、コスプレね。OK。じゃあ、ベビー行こう。はい。あ、まあ、まあ、白だな、白だ。どっちもなかったぞ。あら。どっちもないぞ。さん、ベビー入ってなかったっすね。いや、でも、まあ、まあ、まあ、オフパコにベビーなかったけど。穴もベビーもなかった。穴もベビーもねえって、じゃあ出すなよ、竹雄さん。なんでだよ。やばい、マジで面白いな、今。お、あれ、何匹の子馬？子馬？せっこいな。まあ、蹄鉄はありだと思うよ、蹄鉄。レンガ草。あ、じゃない。レンガ草、蹄鉄。いや、強いな。レンガは行きましょうか、じゃあ。3匹の子豚をもじってるから、ね、うん。レンガと、はい。あれ、何で作ったんだっけ？レンガと。蹄鉄、馬でしょ、だって。馬はさ、絶対蹄鉄だよね。はい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 。うまいな。わらで作ったんでしたっけ？わらと、木とわらとレンガだね。あ、じゃあ草じゃないか。森もワンチャンあるかも。森か。あ、でも草はありそうだけどな、ワンチャン。わらって草みたいなもんじゃん。え、チェコでおとぎ話があったとかないですか？チェコの話ではないと思う。そんな結構。インドの話なんか。インドの話じゃないね、確実に、ね。うん。ナマステって言ってなかった。まあ、無難ですね、それね。ね。森草。まあ、森が草だな。草で行こうか。うん。はい。多分草な気がする。まあ、コスプレ森ガールあるからね、ワンちゃん。そう。森ガールワンちゃんある。草ガールってないの？草ガールは聞いたことないな。草行ってみるか。
フィルムとかもあんのかな、なんか昔の物語。いや、僕ね、コスプレワンチャンフィルムあるかなって思っちゃったんで。じゃあ、草いくよ。写真とかで。あ、はい。草。うわー、やばい。やばいよ。おにぎり。やばいな。いや、これ絶対これはあるっていうのまだ1個あるんですよ。だから、あ、そうなの？アルマそれ覗いてもう抜いていいよ。マジ？いや、やめるか。パスする？でもまあ、いや、でも2個だからね。あ、まあ2個だからパスしてもいい。まあ、パスしよっか。下手になんかあれ開けてね。開いて開けちゃって。オフ箱覚醒されて残り4つ開けられたらきついから。オフ箱2ってまだ残ってるのかな？ハロウィンは別だったのかな？いや、絶対残ってると思う。その例えばその、うん、話に出てたなんだっけ、スパイとかフィルムとかが黒でやばくて、そのそっちのかぶせて2みたいなのにしてる可能性とかもあるかなと思っちゃったけど。あー、まあないか。まあそっちだとそれ追ったら勝てないんで、オフパコあと2あると思って動きますか。うん、オフパコあとは2ある。オフパコ2とコスプレ1かだからあるのが。あ、そうか、コスプレだ。3つ開けてないのか俺ら。そうかそうかそうか。だから実質、いやでもオフパコどうなんだろうな。おちんちんシールでシールじゃん。ちんちんシールって何なの？知らないですか、おちんちんシール。知らない。知らない。でもあれは別にオフパコじゃなくない？確かにオフパコじゃない。あれですよね。船越さんですよね。そう、船越さん。船越哲郎さん。奥さんが松井和代さんが出して、知らないですか、おちんちんシール。知らない知らない。あ、知らないんだ。めちゃくちゃ有名だと思ってた。あー、マジで面白い。いや、あれめちゃくちゃ面白いからな、あの動画。え、うん、動画があるの？松井和代さんが船越英一郎の闇を語る動画があるんですけど、そうそこでめちゃくちゃ面白い。面白い。彼のカバンにあっていたこのシール、これはおちんちんシールで言うんですよ。何で言うんですよ、マジで。いや、マジでネタとかじゃなく、まあ、マジで言ってんの。何それ。あの人の本気感がすごい、すごいからね。やってたっていうか、結構話題になってましたね。知らないよ。前結構前で。マジでおもろいっすよ。YouTube であるの？あると思います。曲がってると思いますよ。いやでも僕マジでお蔵入りした高田さんのあのコンビニでなんか謝罪する動画見たかった。ああ、やりたかったね、あのコムドット。いや、めちゃめちゃ多分伸びましたよ再生。いや、やりたかったのよ。もう旬が過ぎちゃったからめんどくせえなと思ってやらなかったから。やれよかったマジで。あのコンビニで騒いだ時に高田さんがコンビニのところに行くってことですか？いや、じゃあの俺のさ、コムドットのコメ欄がその高田編伝説に荒らされたから、え、やったらよかったのに。そう、謝罪をコンビニの前で静かにして、あ、小音でね、小音で小声でね。いや、めっちゃいいじゃんそれ。っていうのをやりたかったのよ。確かに、ね、最後運転しながら俺の道を開けろって言ってさ、終わりたかったのよ。あのなんかコムドットのセリフがあるから、そういう道を開けろっつってそこまで考えてたんだけど、台本を。え、あれ、オフパコ忘れて。じゃあ、ちょっと待って。いや、やっぱそうや、やっぱ黒なんだって。オフパコ忘れて。あ、じゃあコンサートとかフィルムあたりに黒がいる。フィルムコンサートスパイとかに黒がいるんですよ。コンサートフィルムスパイは違う。もう。うん、でもこれ無限ってさ、これ意味あると思うんですよ。だって2はもう負けちゃうから、うん、6枚抜きつつ、いや、じゃあコスプレいきますか、とりあえずコスプレ。なんだと思います？いや、なんだと思う、結局僕は兵士。俺はシールで。ああ、オフパコも入ってるしね、おちんちんシールでね。どっち行きます？じゃあ、まあ、シールはなんかね、コスプレの時シール貼ったりしますもんね。なんかそう、うん、あ、なるほどね。顔にシール貼ったりします。いきますか、ここに行く。シール、あっ、はい、すいません、もう終わりです。タニオさん、もう忘れられると思っちゃダメだな。これ、ナナコさんのアドバイスのオフパコで壊されたわ、全部。どうなってんだ、これ。中身マジわかんねえ。ベルトですよ、ベルト、ベルト。うわ。ベルト？オフパコベルトじゃないですか。なんで？臭い映画祭。ベルト外すとかで。オフパコするときだってベルト外すじゃないですか。フィルムかな。あ、まあ、それ、あ、ベルトか。いや、全然わからん。しっくりこないわ。国際だからフィルムとインドオアチェコ。チェコフィルムで終わりそう。怖え。あ、インドもあるな。インド、でも国際映画祭ってインドで行われてなさそうだよね。いや、でもインドのね、映画は熱いんじゃないですか？いや、そうだけど、なんかインドで行われてなさそうじゃない。チェコかインドの2択で映画祭が行われますよって言われたときに、どっちで行われそうですかって言われたら、チェコじゃない？
まあ、うん、カレーのイメージしかないな、ね、うん。だよね、まあ、カレー映画とかにしてることフィルムは絶対でしょ、うん、チェコか6対0になっちゃいますねこれじゃ。はあ。圧勝だ。いやどうなってんのこれ。えどういうこと。あ、これミュート解除しないと2人。あ、そっかそっかそっか。はい、正直に僕がついてこれなくて。なんですか。いやー、皆さんの正直に僕ついてこれなくて。いや、意味が分かんない。え、だって、オフ箱4って何。ベルトでしょ、絶対。いや、まあ、ベルトも一応入るかな、みたいな。ああ、じゃあ何で、ベルト。コスプレはハロウィンとベルトを想定してる。ああ、じゃあかぶってたんですね。え、オフ箱は何。え、オフ箱はね、最初ね、ちょっと。あれなんですよね、別でやろうと思ったんだけど、うん、ちょあまりにもやばかったんでやめたんですよ。それにドライバーが含まれてたんでちょっと4が残っちゃって。ああ、ドライバー。あ、3で出せばよかったんですけど。オフ箱ドライバー。いや、別の言葉を入れただけで数字変え忘れたってこと。そう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 。あ、そういうことか。なるほどね。あ、そういうことで、じゃあただひたすらにプテハシの性癖を話す。あ、じゃあ本当はオフ箱2みたいな感じだったんですか。いや、オフパコ3で行こうと思って。3で。あ、ベルトとか、ベルトと。ファンとホテル。いや、でも、それ。そうね。いや、まあ、穴あるときにそれされたらちょっとね。確かに穴は行っちゃうかもな。行っちゃうだろ、それは。バカにしたけど行っちゃうかもな。俺たち視点では、プテさんは女性のことを穴として見てる。いや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 。いや本当に、本当に違う。本当に本当に好感度が落ちちゃう。まあでもこれ 僕はこれが見たかったんでね。そうだね。カメラさん、女の穴として。カメラさんやっぱ効率主義だから、ね。いやいや、ちょっと。ちょっと勘弁してくださいよ、僕。1年前にアモアスいいっすよって声かけたじゃないですか、竹雄さんに僕。いや、穴に思いがないんだけどね。勝手に自滅してった感じで。いや、そうなんだよね。やばい、あの誘いあっての今でしょう。穴に入っていったのはプテさんだからね。そうだ、勝手に穴にはまっていったろう。いやー、やられた。